聖火536番ガリラ屋の岸にて。聖火536番ガリラ屋の岸にてでした。ジムとコーリーは田舎で小さな農場をして住んでいましたが、そこを出て新しい農家を探さなくてはいけなくなりました。住み慣れたふるさとを離れることは辛いことでした。しかし2人は思い出を後に新しい地を求めて出て行きました。あっちこっち探した後、とても素晴らしい農家が売りに出されているのを見つけました。ところがあまりにも値段が安いので不思議に思い、その近所の人々から何か聞き出してその理由を探ることにしました。一人の夫人は、その土地が安い理由は誰もそこに長く住み切れないからなんですよ。実はね、ミスター・パインという老人がその土地の横に住んでるんですが、その人はまるで悪魔みたいな人なんですよ。とにかく大変な人物でして、みんなそこから逃げ出してしまうんです。土地やいい時代には何の欠陥もないんですけどね。私だったらグランドじいさんのそばには真っ暗ですねと言い切りました。ジムが、それだけのことですか。そのおじいさんのことだったら大丈夫だ。その悪魔を殺してしまえばよいんだと宣言したので、その夫人はびっくり仰天です。その夫人が立ち去ったのです。妻のコーリーはジムに、あの悪魔を殺すなんて言って、あの夫人がびっくりして言ってしまったでしょうと立ち止めました。ジムは、そんな悪い意味ではなかったんだよとコーリーを慰めました。やがて二人はその土地を買い、楽しく新しいスタートをしたのでした。ある日ジムは町に出かけて行きました。店の主人は愛想よくジムに挨拶をしたのち、グランドじいさんについて教えてくれました。グランドじいさんは一人暮らしで、人とのお付き合いがなく変わった人で、近所に引っ越してくる人にあらゆる意地悪と嫌がらせをするので、みんな耐えられなくなってそこから逃げ出してしまうということでした。その店の主人はクリー犬の子犬をジムにタダであげ、良い番犬になるからと励ましてくれました。犬はボーダーと名付けて可愛がりました。ある日ジムが朝いつものように牛の乳を搾ろうとして出て行くと、牛が見当たりません。ジムはマスジーさんの意地悪が始まったのかなと察しました。確かに囲いが一部壊されていて、そこから牛はみんな外へ出て行ってしまったのでした。ジムは囲いを繕い、牛を探し出て連れ戻して働きを始めました。しかしそのいたずらはほんのスタートに過ぎなかったのでした。ある日コーリーが洗濯物を竿いっぱい干してあったのですが、その干し竿が切られて、洗濯物は皆泥の中にまみれてドロドロでした。コーリーは悲鳴を上げてグランドじいさんを責めましたが、ジムは、コーリー、昔とは違って今は洗濯機があるから便利だよと言いながら、泥まみれの洗濯物を洗って洗濯機に入れてくれました。またある日コーリーが水を使おうとすると水が出ません。ジムが調べてみると、やはりグランドじいさんのいたずららしく、泉の水がどうかされていました。ジムもまたそれを丁寧に直して水が流れ出るように作りました。その後もいろんなことがあったのですが、ある日悲しいことが起こりました。ジムがいつものように外へ出て愛犬ロージャーを呼んだのですが、どこにも見当たりません。その日はほとんどロージャーなしに一人で上等詰まってたのですが、夕暮れジムはロージャーが布団までひっくり返っているのを発見しました。獣医によると、ロージャーは毒を飲んで死んだとのことでした。いろいろ我慢してきたコーリーは我慢を尾が切れて泣きながら叫んでいました。ひどいひどい人だ。グランドじいさんは洗濯物の線は切るし、囲いを破って牛は外へ出すし、右の線は切るし、しまいにはロージャーを殺してしまうなんて。ロージャーは静かに言いました。
コーリー、それでもブラインドじいさんを許して親切にしてやりたい。